おはようございます。NMC 松島です。底辺 YouTuber でございます。はい、というわけで今日はラップスター誕生シーズン2第1回感想でございます、えー。コメント欄とかツイッターで、えー、しばしば フリースタイルティーチャーもいいんだけどラップスター誕生の感想も聞かせてくれという意見をもらっていてでそもそもラップスター誕生っていうのは今まで僕見たことなくて正直まあ e m までしか見れないっていうのもあったしこうラッパーがラッパーを審査するっていうのはどうなんだろうとで僕もね送ろうかなと思ったけど送んなかったりとかねなんかこうなんていうのかなラッパーがラッパーを審査するのってどうなのかなって っていうちょっとまあ個人的なこう疑問じゃないんだけどもまあちょっと好みじゃないコンテンツだなって正直思ってたんですけどえ今回シーズン2の第1回放送をね初めて見てこれは面白い番組だなって思いました。でそもそも編集が フリースタイルティーチャー地上波でやってるのにフリースタイルティーチャーより全然見やすいしあの手数がね多いこうちゃんとこうルールを説明する時に図が動いたりあとそのちゃんとこうみんな まあ今ソーシャルディスタンスの関係があるんだろうけど一人一人こうかっこいいセットの中でこう一緒に座ってしゃべるんだけどそれもちゃんとこう何て言うのかな見やすくね編集されてるしそして何より応募してきてるラッパーのレベルが高すぎる。これはちょっとね僕 あの今までね、まあ、1まあ僕もラッパーだからあのこんなあのラップスター誕生の感想を言ってる場合じゃないんだけど一、まあ、リスナー一音楽ファンとして、えー、こんな面白い番組だったのに今まで何で見てなかったんだろうってちょっと思いました。でねあのとにかくねあのもう審査員がね最高です。 アナーキーさん、ハンガーさんシーダさん k イダブさんあとアメブレイク元アメブレイクの伊藤祐介さんねもう審査員がね全員最高あの言うこともめちゃめちゃ的確だしこうちゃんとあの審査に向き合ってるなっていう感じがする中でもねハンガーさんとねシーダさんがやっぱねいいこと言うなって思いました k ケイダブさんがあのシアン君かな 若いから落としましたって言った時に椎田さんがちゃんと年齢とか関係ないんじゃないのみたいなことを言ってたのがあのマジであのちゃんとバラエティ番組的な編集をしつつちゃんと、えー、この番組の,あのスタンスというかそのステートメントというかねこのうちの番組はそういう風にやっていきたいんですよっていうのが、ね、出ててよかったです。本当だったらその なんちょっと話そろっちゃうけどフリースタイルティーチャーとかでその今度ブルマさんに対して雷匠さんがそ,のそういうなんか性差別的なディスをした時に審査員とか編集とかあと別撮りでもいいからいやそれはちょっと別にそのディスの要素としては成り立ってないんじゃないんですかねと思いましたけどとかっていうコメントを入れるだけで番組としての伝えたいことっていうのはすごいクリアになるのにそれがやっぱまあダンジョンとかティーチャーではできてない部分っていうのがやっぱ椎谷さんとかはポッて。 普通に言ったことだと思うしまあ編集の人も普通に使ったかなと思うけどそこがねあのめっちゃ良かったあとその、えー、と応募者についてねちょこれも僕があの感想とか言うのはおこがましいし人のラップの感想を言ってる場合じゃないんだけどそれはもうあの分かってます自分でも、えー、だからこの人たちよりいいラップをしないと、えー、全然ダメだよって思って分かってるんだけどもまあ一視聴者一リスナーとして思ったんだけど、えー 今週は、まあ、10人30人中10人、まあ、1400何人中の30人のうちの10人が出ててで個人的にこの人は多分10人に残るだろうっていう人2人3人かな3人おすすめラッパーまずねイタッっくタっくねマジでいいですねぶっちぎりほんとに、あのー、自分が、あのー、幸福の科学の信者であるっていう ことを言っててラップしてるんだけどもそれをねあのもし、まあ、幸福の科学を嫌いな人はしょうがないけど宗教についてラップすることに対してちょっとなんつうの引いちゃう人はもうラップ聞く聞かなくていいと思ううん。でも,なんでもないし 特にその最近だったらその、まあ、カニエとアルバム作るってタックも言ってましたけどカニエウエストなんてもうゴリゴリそのゴッツゴットのものしかラップしてないし最近そのなんだっけあのサンデーサービスクイアクア <laughs> <laughs> あの合唱団作ってねゴスペルの、ね、アルバム出したりとか。あのっていうかもうほとんど。 アメリカ人ってめっちゃゴリゴリキリスト教信者なんですよね。まあ、ケンドリックにしろ、カニウエスにしろ、その… ね、そプレイすること祈ることっていうのはもう普段から行われている行為で神に対して歌うとか、えー、そういうことを言うスピリチュアルなことを言うっていうのはもうアメリカのラップでは英語のラップではもう普通の普通中の普通なんでそれを日本でやるとなんかちょっと違うなとかこれタブーに踏み込んでんなって思っちゃう時点でちょっとねなんか価値観としては古いからそこをイタックを聞いて一新した方がいいなってみんなももあとと、えー、う一人良かったと思ったのがノーマン。 くんノーマくんあの見た目がめっちゃいいのと、えー、すごいあのー、多分本人はひょうひょうとラップしてると思うんだけど結構ねあのドラマチックな歌い方ができててこういう人はアルバムとか良さそうだなって思いましたあと豆腐くんあの感じであのー、ちゃんと米の話をしているというねのがめっちゃリアルだなと思ったし。 あの普通ラップ始めるってなったらやっぱりああいう,こう地方で農業やってる人がラップ始めるってなったら今までだったらやっぱそのちょっと片落ちじゃないけどまあブームバップだったりこう一時代前的なラップこう田舎っぽいラップヤンキーっぽいラップってそうあったと思うんだけどあの感じ、まあ、あのこれを言うとまあちょっと差し支えあるかもしれないけどゴブリンランド的な見た目でその何て言うのかな でトラップってそもそもその都会的な音楽じゃないと僕は思っていて、その地方のヤンキーがラップするときにトラップになるべきだと思うんですよね。それをねやってて、まあヤンキーじゃないんだけど、それをやっててすごいあのラップがついにね日本で始まったなっていうのを東風さんを見て思いました。あとね、あと個人的にあのちょっとまあこの今挙げた三人から落ちるかなって思うんだけど、えー、ヤーチ君っていう。 かなり早いエントリー番号で北海道出身の方がいらっしゃったんでこの人も頑張ってほしいいなと思いますあと個人的な、えー、今週見て、えー、まあ審査員的な立場で言えるとしたらあのレイインンとペインで踏んだだらもう負けだなって思いましたちょっとそのインカブリってちょっとありえないんじゃないかなって僕は思うそしてレインとペインとかで踏むっていうのはちょっともう。 もうういいいでしょっていうで個人的にはそのみんな英語が、まあ、僕がほとんど英単語をラップに入れないんだけど英単語結構入れんだなっていう部分が結構ちょっと、まあ、こんぐらい英語みんな入れるんだなっていうまあ発見というか感触があってこれに関しては。 いいいろんんな意見あっていいと思うんですよ英語喋れないのに使うのはよくないと思いますっていう意見もあってもいいし、まあ、好きな言葉自由に使っていいと思いますっていう意見があってもいいと思うんだけどなんかちょっとそのみんな英語になった瞬間にどっかで聞いたことあるフレーズになっちゃうっていうか。 ちょっと表現として日本語の時と一枚落ちるというかね、まあ、それこそみんなレインとペインで踏むとかちょっとなんかねもうちょっと自由に英語使える人が使った方がいいんじゃないのかなって僕は思ったのと僕ももうちょっと英語を入れてみようかなっていうのも思いました。はい、という感じでございます。とにかくね、これあの最新話が1週間限定でアベマで 見れるんで,で昔の放送を見るにはこう月額900円ぐらい払えば見れるっていうことなんでちょっとねあのラップスター誕生スター誕生めっちゃね面白い可能性があると思いましたなんでこれちょっと注目して毎週見ていこうかなと思いましたなんで皆さんもぜひラップスター誕生見てみましょうあとフリースタイルティーチャーと半澤直樹もぜひ見てみてほしいなと思いますはいちょっとねあのマジでねまああの一 MC としてはね あこれは僕も頑張ってラップしなきゃなーってちょっとやる気出ました最近はこ YouTuber になってしまったとねあの悪い意味で YouTuber になってしまったと言われることとかあとまあその曲聴かせてほしいなあと曲出るペース落ちてんなーっていうこと言われて、まあ、個人的にはねそんなことは分かってんだよーっていうね <laughs> 気持ちもあるんだけどこれ見てねより一層頑張らねばいかんなと思いましたなんで、あのー、ちょっと頑張っていきたいと思いますこれ出てる人もね頑張っ てあと審査員がねほんとダンジョンとは違う「えー!」っていう審査が少ない「アメブレイク伊藤さんがねやっぱねあの一リスナーとしては相当信頼できることを言ってなとも思いましたね。あの」普通言わないじゃないですか「アナーキー似てると思います」とか「普通言わないんだけど普通に言っちゃう」っていうのがやっぱこうライター ぽいというかね、こう厳しい目線を持ってなって思います。